はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は自宅怪談のコメントを読ませていただきます。自宅で起きた怪異ですね、こちらについて送っていただきました。読ませていただきます。はい、巨漢の富子さんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。友人の話なのですが、許可をいただいたので投稿させていただきます。ご友人のお話ですね。ありがとうございます。緊急事態宣言が出ていた頃、友人の家で漫画本がよくなくなる事件が発生しておりました。友人の家族は全員漫画が大好き、一部屋すべて漫画部屋があり、家族で共有してたんです。はじめは誰かが持って行っているのかなぁと思っていたのですが、あまりにも本がなくなっていく。家族全員に聞いたところ、紛失しているんじゃないかということが判明。その頃、近所のおしゃべりおばさんに、あなたの家、幽霊が出るんだって？お祓いできる人紹介しようか？と言われ、意味がわからず、誰か見たのですか？と尋ねたら、隣の子が見たらしいのよ、とのこと。彼女の家族は全員朝から夕方まで仕事で家には誰もおりません。隣は中学生の男の子がいるのですが、洗濯物か何かを見間違えたのかなぁと適当にあしらっておいたそうです。その数日後、彼女の部屋にあった某遊園地の海の方で売っている熊のぬいぐるみがなくなりました。そのぬいぐるみは彼氏と行った時に買ってもらった思い出のぬいぐるみ。ガラスの扉がついている棚に入れているので、落としたりすることもなく、ありえない、これは泥棒ではないか、絶対に捕まえてやる、と彼女は有給を取って自宅に潜んでいたところ、隣の家の子供が2階のトイレの窓から入ってきて、物を盗んでいたことが発覚しました。彼女の家はトイレに換気扇がなく、子供でなければ入れないほど小さな窓を換気のため常に開けていたそうです。なるほど。盗んだものは全て某フリマサイトで売りさばいていたそうで、今っぽいな。熊のぬいぐるみは戻ってきたのですが、他のものはほとんど売られていたそうです、彼女は許すことができず、警察に突き出せと言ったのですが、彼女の母親が、いやーまだ未成年だし、未来ある子供なんだから許してやって、それに全部弁償してもらうし、隣の家とは揉めたくないなぁと言い張られ、そのままお咎めなしとなりました。彼女はあんなろくでなしなら反省などしない、必ず同じことをすると思い、しばらくしてから翌日休みの日や有給を取っている前日など、夜わざとトイレの窓を開けていたそうです。誘ったんですね。ああ、餌を撒いてるね。むちゃくちゃいい性格ですね。面白いね。ねえ、面白い。ある日、2階から物音がして、やっぱりあいつ来やがったと、バットを持って2階に上がると、うわーと叫び声。そして、ドサッと落ちる音が聞こえました。慌ててトイレの扉を開けると、亡くなったはずの父方の祖母が立っており、もう大丈夫だから、と言って、消えた。そうです、パニックになった友人はそのまま自分の部屋に戻り寝てしまいました。翌朝、隣の家の母親が、すいません、うちの子がどこにもいないんです、見ていませんか？と尋ねてきました。昨夜あんなに叫び声を上げて落ちたのに、なぜ誰も気づかないのか不思議に思い、もしやあれは夢だったのか？とがっかりして、2階のトイレの窓から下を見たら、くの字に体を曲げた隣の子供が塀と家の間に落ちていました。命に別状はなかったのですが、かなり怯えていて支離滅裂なことを話していたとのこと。その後噂が広まり、隣の一家は引っ越していったそうです、という怪談っぽい話というか、隣のガキが物を盗んでて待ってたと、うわーって聞こえたから何やろと思っていたら、覗いたらくの字に曲がって落ちてたと。でそれだから、その日ずっといたってことよね、そこにね。だからその忍び込もうとまた悪ガキがしたのを
いや、またやるのかいってので、うん、おばあちゃんが出てきて懲らしめたっていう話よね、多分。その子の話、すごい聞きたいですよね。そっち側のね、くの字。くの字やけど、くの字の正面に、ね。そうそう、どのようにおばあちゃんがアプローチその子に仕掛けてきたかっていうのは、すごく気になるところですよね。もしかしたらさ、その友達に見せる顔とやっぱその子に見せる顔全然違うと思うんですよ。ああ、なるほどね。とんでもない化け物みたいに見えるかもしれないじゃない、うん、子供に見ると。俺もさ、そのおばあちゃんが立ってるだけとかだったら、うん、そんなに驚かないかなと思ったんだよね。まあ驚くは驚くと思うけど、うんうん、叫ぶほどかなって思って。あれ嫌やね。例えばですけど、うん、隣の家から、この隣の家に忍び込むときに、この小さい窓通ってくるじゃないですか。うんうん、ということはもう手入れて、手入れたらまたまぐっと入れてくるんですけど、うん、指をちょっとずつこうやってポンって弾いてくるみたいな、おばあちゃんが。いやいや、それは叫ばないよ。ちょん。ちょん。うわーっと落ちちゃうみたいな。やめてやめてって言うけど、うん、足だけあっち残っててこうなってて、ね、そうね。いやだからなんか予期しない出方をしたとか、うん、そうよね、予期しない格好フォルムをしてたとか、うん、そうね、見た目とかっていうのはね、そういうことな気するよね、するよね、うん、で支離滅裂っていうのはやっぱちょっと面白いし、うん、新レアとしては支離滅裂じゃない、そうね、うん、だそこをね、確かに詳しく聞きたいなと思うな、すごい、まあその男の子に聞きたいなと、うんうん、我々思っております。まあ見てたらじゃあ、はい、コメントください。ぜひくの字の子が、くの字の子がね、うん、では次いきます。続いてリスベット・サランデルさんです。おはようございます。外人さんかな、はい、うん、日本人ですね、完全に、うん、日本語がすごい上手い。小学校1年生の頃、一度だけ自宅で不思議な体験がありました、うん、私の父の姉は小学生の頃に幼くして亡くなっており、うん、家には遺影が飾られていました。うん、七五三で撮ったという着物姿、そして可愛らしい笑顔を浮かべたセピア色のものでした。普段意識せずに過ごしていましたが、ある夜金縛りのような状態になり、体は動いていないけれども目は開けられたので、隣の部屋と仕切っている襖に目をやると、少し空いた隙間から家の少女かっこ父の姉が笑顔でひょこっと顔を出し、またひょこっと顔を引っ込めて消えました。遺影は胸から上の写真で、全身の姿は見たことなかったのに、その時現れた姿は七五三の着物姿で、足元も下駄を履いているのが分かり、千歳飴を手に下げていて、また髪飾りが動く時に揺れ、生きている人が立っているようでした。夜でしたが、部屋の蛍光灯の豆電球がついていたので、ぼんやりと明るかったんです。姿をはっきりと確認できました。あ、写真の子だとは思いましたが、怖さはなく、ただただ不思議な気持ちになりました、うん、寝ぼけていたのかもしれませんが、当時子供の私に七五三は千歳飴を下げて下駄を履いてなどの知識はなかったと思うので、寝ぼけていたにしてもとっさに想像で作り上げるとも考えられず、あれは私に会いに来てくれたのかなと思いました。翌日、誰に言われるでもなく自らお仏壇に手を合わせて、自分と変わらない年で亡くなってしまったおばさんの冥福を祈りました、というお話でございます、うん、はいはいはい、いい話、まあそうだね、いい話っぽい感じかな、うん、可愛いんですよ、うん、まあ、時代を感じさせるよね、うん、その格好で ね、 そうね、今千歳飴やってんの、こうやって下げるやつでしょ、千歳飴ってこういう、うん、ね、見た記憶ないね、もう俺もないのよね、生で見たことないんじゃないかな、俺もないね、うん、でも やってんやろうけれども、うん、七五三やったことないからな、自分がね、え、うん、でもああいうの大体写真残ってんじゃないの、うん、実家とか、あ、俺はないね、俺もないと思う、健康のためでしょ、記憶ないな、これね、千歳飴ってね、長細くみたいなやつでしょ、うん、うん、あれね、鉄下駄とか鉄ゲタ、鉄ゲタじゃん、ゲタゲタ普通の、で鉄ゲタやね、いやいや、なんで訓練しとんねん、古い天狗の天狗のやつやん、一本ゲタみたいなやつ、普通のゲタね、ゲタ、そうそう、普通のゲタっていうのもね、赤い可愛らしいやつでしょうね、うん、うん、そういうなんかその見た目、自分が想像もできる、小学1年生の時ですから、うん、知らないですか、千歳飴でどうだこうだみたいなのは、うん、なのに、まあその姿を知っていたという、まあ見えたってね、リスベット・サランデルさんですね、はいはい、あぜました、ありがとうございます。では続いていきます。続いてブックマンさんです。あ、ブックマンさん、おはようございます。おはようございます。なんかこういうのに送っていただけるというのはね、なかなかないので、心霊ものでなんか自宅で起きるという話ですから、うん、なんかね、どんなお話なのかね、事件っぽいのが多いからね、そうそう、気になるなと思いまして、うん、では読んでいきます。今回は私の家での出来事です、うん、私は10年前に新築を建てたのですが、お祓いも済んでいるはずなのに、
住み始めて1週間でそれは始まりました。仕事柄夜中に出勤するのですが、2階の消したはずの電気が点灯していることが多々あり、その時は決まって1階で着替えている私の頭上2階の廊下をバタバタバタと子供が走り回る音が聞こえていました。夜中に我が家の子供たちは寝ていますので、間違いなく他の何かでした。子供も喋るようになると、その何かと喋り出し、目線が私たち夫婦の後ろを見て笑っていたり、しまいには2階が怖いと泣き出す始末。怖いので座敷わらしと銘打ち、忘れた頃にやってくる夜中の恐怖に耐えていると転機が訪れました。嫁さんが子育てで悩んでいた頃、保険屋さんから無名だけどすごい霊媒師がいるとのことで教えていただき、連絡を取り訪れてみた時に原因が分かりました。霊媒師さんは守護様と会話ができるとのことでした。本来の私たちの相談は家の座敷わらしではなく、子供の育児の相談だったのですが、霊媒師さんが嫁さんの守護様と話をした時です。あれ失礼だけど、あなたたちは生まれてこなかったお子さんがいる？あなたがたくさんのお菓子を完食するのは、その子が欲してるから二人分食べているんだよと言われ、水子霊に心当たりがなかったのですが、3から4歳くらいの霊が守護様とは別に嫁さんにくっついているとのことでした。あなたたち子供の気配感じたことはない？多分お子さんの育てづらさは、知らない間に子供を2人育てているからかなと言われ、私たちはゾッとしました。後日嫁さんのお母さんにお話を聞いたところ、嫁さんとお兄さんの間に生まれて来られなかった女の子がいたとのことを教えていただき、全てに合点がいきました。霊媒師の方が目線より高い位置に5体のついた人形を置いて、近くにお菓子を置いておいてとおっしゃっていたことを実行したところ、我が家の怪現象と奥さんのお菓子の完食、そして子供の起床も落ち着きました。以上が我が家で2階の廊下に出てくれていた一人多い娘ちゃんの話でした、というお話でございました。なるほど、はい、もうまさにテーマに合ってる話でしたね。そうですね、2階エリアにしか出てこない、まあ座敷わらしなのかわからないけれども、っていう。でもまあ水子連近いみたいなことでしょ、多分。まあその霊媒さん曰くですけど、ね、だから、その奥様とそのお兄さんの間にまあ一人いて、ね、その子が出たんじゃないかっていう。それがだからこっちに来ちゃったってことなんだね。そうですね。ね、普通ならお母さんの行ったりとかするイメージだったけど、そういうこともあるんだね。まあ、なんかだからその新しくさ、お子さんが生まれたりとかするとなんですけど、やっぱその母性とかすごい出てくるじゃない、あのお母さんに、はいはいはい、それすごい可愛がるじゃない、当然ね、したら私も可愛がってほしいなって言って、なんかお母さんに作って聞くんですよね。その要は恵まれず亡くなってしまった子とか、そう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 、血がつながってる、血がつながってない関係なく、まあ、血がつながってる方が分かんないけどよりつくんでしょうね、分かんないけれども、僕はもう分かんないんで、まあまあね、そこら辺まで見たことないんで、ただまあそうやってやっぱりその亡くなった後もね、そういう赤ん坊とかがついてくれてるっていうと、やっぱ安心する人もいるじゃない、その要は産みたかったけれども産めなかった子とか多々いると思うんですよ、そのお母さんからすると、はいはい、でもその亡くなった後にそのまあ水子霊として誰かについてくれて、なんか可愛がってもらってるって思ったらちょっと浮かばれるよね、そのお母さんもね。まあね、多分すごい胸に来てると思うんですよ、産めなかったってすごい言われるだろうし、ただその、亡くなった後のその子のことを考えると、まあ、そのいる いないはちょっと一回置いといて、なんかいいよね、すごいそういう世界があるかもなって思えるっていうことは、あとまあ、単純にその、ブックマンさん家族の方の負担が減ったっていう、ね、ところも良かったというか、だからっていうかそういう可能性あるんだね。例えばだから完食お菓子食いすぎちゃうとか、あそうね、なんか子供を育てにくいというか、なんか育てるのうまくいかないなっていう理由にそういうことがあり得るんだったら、もうなんかあれだよね、そのなんでこれ分かってんのに絶対ダメって思ってんのに食べちゃうんだろうとかっていうのの原因がそういう場合もあり得るってことだよね、そうね、だとしたらそんなの
分かんないもんね。分かんないよ。普通に情報として知らないと無理だからね、うん、ただ我慢聞かないだけって思っちゃうよな、ね、そうだね。あれこんなのうちの奥さん聞いてんのかな。まあついてるダイエットしてんのに芋は OK っていう変なルール作って、ね、芋バクバク食うねん、うん、芋の霊ついてんじゃん。芋が食えずしてそう亡くなった方の、いやだから焼かれる前に下落ちちゃって、うん、うわもう泥ついてもうたって捨てたいって言って、うん、捨てられたこの芋の霊ついてんちゃう、うん、奥さんに芋だ食べてほしいという 芋が転がって引かれたとかじゃなくて、じゃなくてもう 芋自体の霊、芋そのものの霊がついてると僕は思うんです。まあでも確かにあの執着はちょっと異常だもん、うん、ね。一番この世で一番好きな食べ物、焼き芋ってやっぱちょっとなかなかいないから、うん、まあまあね、だから俺は芋焼かれずにして捨ててしまった、うん、捨てられてしまった、ね、俺芋の霊がついてないと思う、うん、お前はイカの霊がついてるよね。だからでも最近取れたんかな、うん、あんまり執着しなくなったんですよ。 しなかった。ありがとう。いやいいんですよ話はね。まあね、はいはい、そんな話があって、まあ、ブックマンさんもね、まあまあ、そういう経験をされているという話でした、うん、続いていきます、はい、続いてですね DM に来たんですけれども、これ名前は明かしていいのかわからないのでちょっと7紙ですので読ませていただきます、はい、ではいきます。実家の話なのですが、うん、お風呂場で不可思議な体験をしました、うん、実家の風呂場は引き戸を開けて脱衣所があり、曇りガラスのある扉を開けて風呂場があります、うん、壁を隔てて風呂場の横にトイレがあるのですが、その日自分は習い事を休んで夜だいたい20時ぐらい一人で風呂に入っていました、うん、湯船に浸かっているとトイレのある壁の方からノックされトントントンと聞こえるんです、うん、自分は6人家族で父母姉妹弟がいるのですが、兄弟はその時私以外習い事に行っており、父は仕事、母はリビングでテレビを見ていました、うん、多分母がノックしたのだろうと思い、大声で、なーにーと言いながら、お風呂の蓋ありますよね、うん。あれを丸めてトイレに面している壁を一回強めにコンとつついたのです、うん。その数秒後、壁の中をドン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 と、ものすごい勢いで叩かれ、びっくりしたのを覚えています。うん、叩かれたのが落ち着き、そして我に帰ると、リラックスして湯船に浸かっていたのに、とイラつき、母に一言言おうと湯船から出て行き、そして引き戸を開け、ねえママ何と言うと、何がという表情でテレビを見ている母、うん、今起こったことを話すと、いや私はやってないし一人で騒いでいてうるさいなぁと思ったところよと言われました、うん、なんだか怖く寒くなり、もう一度湯船に浸かろうとお風呂場に戻り湯船に浸かり始めました、うん、その後どれくらい経ったか覚えていないのですが、だいぶ時間が経った頃に引き戸が開き、誰かが入ってきました、うん、習い事から帰ってきた兄弟だろうと自分は思い、練習お疲れ、今日どうだったって話しかけると返答が返ってこない、うん、どうしたって思い、曇りガラスを見ると真っ黒な人影は映っているんです、うん、再度、ねえ聞こえてる？と聞くも返答なく突っ立っているだけなので、さっきのこともあり怖くなって、ねえってばって言いながら曇りガラスの戸を開けると、うん、そこには誰もいなかったのです、うん、え？と思いながらとてつもなく怖くなり、急いでお風呂から出て母のところに行きました、うん、怒っていたことをすべて話すと、寝ぼけてたんじゃないの？とバカにされましたが、本当に怒ったことだと思います、うん、それに曇りガラスの前に突っ立っている人影が真っ黒だったのも不思議です。曇りガラスだからといって顔や洋服など黒以外の色があるはずなのですが、その時突っ立っていたのは黒一色だったのをはっきりと覚えています。あの時怒ったことは今でもはっきり覚えています、という、はい、お風呂場の話ですね。はっきり覚えてると、はい、自宅階段ですね、うん、これはまさしく風呂場という、うんまね、それ以降風呂入んの嫌になるよね。怖いよね、うん、シャワーだけとかにしちゃうかな、俺すぐ出ちゃったりとかまあでも、うん、それもだから急に起きてる話だね、うん、そのだって自宅ってずっといるわけじゃん本来、うん、でそこでなんかきっかけに始まったのかなとかね、うん、やっぱそういうところも気になるよね。だからトイレから叩かれてんよね最初はね、うんうん、で刺激しちゃった感じよね。そうね、なんかね一回ドーンとしちゃって、うんうん、それからドン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 ってやられて、うん、バトル開始を
と回ってきて、うん、その風呂場で出てくるという、うんうん、話ですかね。お前ん家であったのと、あ、うちもありました。ちょっと似てるよな、そうなんか感じね。僕の時も黒い人影が来て、うん、まあ完全に奥さんやなと思ったから、うん、奥さんやと思ったらカチャ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 って化粧、うん、いつもはいじらない化粧ポーチを触ってて、うんうん、化粧をし始めるんですよ、うん、シャッ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 とね、まあ、こいついつも化粧しんのに、この後イケメンの役者との仕事やから、うん、こいつ化粧しちゃってるで、うん、と思って、大丈夫ね、はいはい、化粧しよって、俺の時全く化粧せんくせに、うん、なあ踊れ色気づいてと。色気づいてと、うん。返答がない、うん。化粧続ける。おい化粧すんなって、うん、眠ったろかって言ったんですよ。眠、うん、るって舐めるってことね。はいはい、眠ったろかって言ったら、うん、パタッと置いて、うん、ささささー出ていくんですよ。うん、あら、怒っちゃった。あの時に、うるせえよとか、うん、なんだよとかって言い返してくるようなもんなのに。イメージね。そう、はい、俺で返して、あ、これ何やろうと思って、連絡したのよ。うん。あれ、ごめん、ちょっと怒らしちゃった。申し訳ないと思って、ごめんねーって送ったら、何言ってんの、私まだ帰ってきてないよって言われて、ゾッとしたっていう話。うんうん、僕の場合はね。だから似てはいる。うん、似てるよね。実際。その、ガラス窓のところまで。そう、ガラスのとこ。っていうね、ところで。もう真っ黒や、あー。あの、俺奥さんやと思ってたんで、ちょっと覚えてないその色まで。奥さんでも基本全部真っ黒じゃない。なんでやねん。普段から。いやいや、なんでやねん、おい。見たことないんか、虎柄の服着てんの。いやいや、上から下まで虎柄のやつ。いつもなんか影だったよな。いやいや、あるでしょ、虎柄のなんか。誰着んねんこれっていうような虎柄の上下のやつ。あと、ピンクとかね。うん、そう。そう、まあ、誰着んねん、逆だよね。これって言った後に、まあそうね、そ街歩いてたら、うん、あの、富田くんとおってさ、うん、なんかのイベントかなんかで歩いてたら、うん、富田くんとおって、富田くんが同じ服着てたわ。あ、着るやつおったと思って。もう一人おったわ。関西の人からのね、言いそうなイメージだけどね。そうね。富田くんもあの人西日本やからね。うん、そうそう、多分合うんかな、虎柄着てたか。まあ、うん、なんだろうね。なんか影みたいな形で出てくるっていうのが、うん、多いかな。なんかその後は多分送られてきたのに何もないんでしょうね。その一回きりなんやったと思う。ね、そうだね。でも、千代さん言うようにやっぱ怖いよね。一回体験しちゃうとね。いや、風呂場トイレ系はさ、やだよ、もうやっぱり。そもそも怖いイメージがあるじゃん。なんか怖い、あの、何が起きるでもないけど、怖い怖い、なんかちっちゃい頃特にさ、そうそうそう、目つぶったりとかするのだけでも怖かったりさ、うん、都市伝説みたいな怖い話もあったしね。そうね、うん、あったし、12時に風呂じゃないわ、トイレにいたらとかね、うん、いろいろあったから怖いわ。そう、学校の階段ぐらいの頃のトイレってのも、ね、恐怖、やっぱ恐怖だった。恐怖、めちゃくちゃ怖いね。こういうのはね、うん、ちょっとマジ体験したら思うと怖いね。体験するとまあすごい怖いんですけれど、うん、まあこうやってですね、自宅で起きた怪異、うん、怪談っていうのを収集していて、はい、でかなりコメントもありますし、僕の DM も届いているので、うん、ちょっとまあこのまま続けさせていただきます。まだ募集してます。ぜひコメント DM にお願いいたします。以上です。あざした。あざした。